はい、お疲れ様です。今日は廃墟の草刈りです。今日はね、夕方に来たんでちょっと涼しいんでね、できる限りやっていきたいと思います。ここもちょっと放置しちゃうとまたどんどんヨモギが生えてきてね、侵食しちゃうんで、なるべく1週間に1回は枯れるようにまずはベースを整えていきたいと思います。じゃあやっていきます。
ヤギ小屋周辺を草刈りしました。まあ本当まだまだ果てしなくあるんでね、ちょくちょく1週間に1回ぐらいはしっかりやっていきたいと思います。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。